れ様でした。お疲れ様です。いやもうめちゃくちゃきつかったです。はい。すごい大きな声も出されて、はい、ドロドロになってる。そうです。まあ声出すのは持ち味ですし、汚すのも持ち味。ちょっとクリーニング屋さんには申し訳ない気持ちです。いやもう改善するところとかも全部なんですけど、やっぱ特に守備っていうところでは、まあ、しっかり最低限やっていかないと いけないと思うので、そこはまあしっかり基礎から強化からやっていきたいと思います。いやもうみんな若くて元気で、ちょっと負けてられないなっていう気持ちです。ファンの印象とかって何かありますか？いやどうですかね、なんかでもファイターズのファン、まあ、札幌ドームも鎌ヶ谷もそうなんですけど、はい、なんか若い人多くないですか、うん、ですごい温かいなっていう感じはしますね。はい、改めて西武ライオンズから来ました山田です。皆さんに、一日でも早く覚えてもらえるように、それと、しっかりチームの戦力になれるように、頑張りますので、これから応援よろしくお願いします。